あとは4つのタイプもそれぞれが説明してあってですね、うん、ILE の恋愛、はい、まず NE 型の ILE の恋愛、うん、積極性はあまりないかもしれないが、うん、一度感情面での互恵、うん、互恵っていうのはお互いの恵みという漢字を書いて互恵、うんうん、互恵関係に自信を持つと、うん、親切で愛情深くて感じが良くなると、うん、焦らず準備が整っていくのを好みますと、うん、新しい感動を得るために努力をするが衝突をかわすために社交的であろうとしますと、うん、NEILE の性的関心には周期があって NE の ILE と一緒にいるには我慢強く謙虚で慎み深くすることが必要になる。何よりもあなたの気持ちを NEILE が尊重信頼できるようにしなければならない、うん、それから健康や幸せ、うん、喜びの源泉として NEILE が性に積極的になれるよう明るく促してやる必要があると、うん、なるほどねなんか分かりました。いやちょっともう一個読みますね、はいはい、で TI の ILE の恋愛、うん、気持ちに幾分自信が持てず、うん、気が利かないかもしれないと、うん、しかしもし愛を確信すると、うん、主導力を示したり親切になったり、うん、パートナーが喜ぶような楽しいことをしようとしたり、うん、セックスのテクニックを高めたりすると、うん、決断力があって、うん、情緒的で性的関心が強いパートナーを必要とする、うん、こういう人がいると TI の ILE は、うん、すぐに自分の気持ちを確信して、うん、互恵の精神が湧き起こると、うん、TI、ILE と一緒にいるときには、うん、情緒的な刺激を使い続ける必要があります、うんうん、冗談やこの軽い口を言ったり、うん、思わせぶりなことを言ったりしてやきもちを焼いたりしてみましょうと、うん、時間がかかるんですね。時間がかかるんだと思いますよ。で自分の体調時間かかりますか。今僕は何をしたかというと、はい、体調みたいな女子と付き合うのをイメージしたんです、うん、僕が、うんうんうん、このなんだろうガツガツ行くのは苦手じゃないですか。で僕はガツガツしちゃうじゃないですか、うん、でガツガツ行くのが苦手なんですよ。苦手なので、はい、あの来てもいいんだよっていうのを出してもらわないとなかなか行きづらいみたいなところじゃないですか。なるほどね、うん、だから感情的なところでもそういうアプローチが必要だしみたいな。ただ決して嫌いではないと。決して嫌いではないみたいな。明るく上手に促してやる必要がある。そうそう明るく上手に。なるほどね。恥ずかしいみたいなのもあると思うんですよ。でもなんかその恥ずかしめるってテクニックだったりするじゃないですか。あ、だからそういうのをしていく必要があるって話じゃないですか。なるほど。これ昼やるやつじゃないですねだから自分一人でそういう恥ずかしいのをいきなり出すことはできないみたいな。から出してもいいんだよって雰囲気を出していかなきゃいけないみたいなとこですよね、はいはい、明るく促していくみたいな、はいはい、なるほどなるほど、うん、SEI の恋愛、 SI、SEI の恋愛、うん、性に関しては関心が強くクリエイティブで人によって異なる。柔らかくしかし粘り強く距離を詰めていく。お世辞が上手で卒がなく口説き方を分かっている。安定した関係を好み裏切りは簡単には許さない、うん、情緒的に関わろうとするがいつも自分の感情に従うわけではない。並外れた才能にやって尊敬と憧れの念を引き起こしてくれる人を必要としますと、うん、そういう人が SEI の気遣いを、自分でできると跳ねのけないで求めてくれれば、うんうん、SI の SEI はずっとその相手に興味を抱き続けられますと、うんうんうん、なるほど、FE SEI の恋愛、うん、ロマンティックで情緒的で話し上手、うん、感じがよく素直だが、うん、同時に繊細でもありすぐに腹を立てる、うん、感情が激しく変わりやすい。せっかちでことを急ごうとするかもしれないと、うん、セックスの頻度を重視し相手への愛を深く感じようとする、うん、気まぐれで情緒不安定なところがありますが愛する人には非常に気を使いますと、うん、FE SEI は少しばかり不安にもてあそばれたり好奇心をそそられたり夢中になったりそれから感情面での互恵が明らかであるときに
指導力を示さなければなりませんと、うん、そういうふうにすればマンネリを感じている FESEI にやきもちを引き起こすことができると、うん、なるほど。なんか数少ない、はい、数少ないですが、はい、なんか過去のなんかそういうシーンを今、うん、思い出して思い浮かべながら、はい、確かなんかそのいろんなタイプがいらっしゃいますもんね、うんうんうん、人のセックスを笑うななんて映画もありますが、はい、僕はどういうふうに見られてるんだろうって、うんうんうん、今思いながら他人から、うん、どうしてもなんかその G 行為をするときに見る動画ってあるじゃないですか、はい、あれの影響はやっぱ多少受ける恋愛に恋愛そのそういうときにテクニックの話とか、うん、立ち振る舞い、立ち振る舞い、うん、その時の、うん、そんなことないですか。参考にしたことはあんまりないかもしれない。あ、そうですか、はい、オリジナル、オリジナル、あ、そう、オリジナルなるほど、はい、すいません、なんか僕の世界に引き入れてしまって、はい、で、ESE の恋愛、うんうん、これ僕かもしれないです、はいはい、僕一応 SEE が自覚なんですけど、はいはいはい、カーシー博士では ESFJ と言われるので、うん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 、FEESE の恋愛、とても情緒的で愛情を注ぐ相手を理想の相手だと思うことができると。安定した関係のために努力するが疑い深く慎重ですと。わかる、はい、自分自身への興味を維持しようとする、うんうん、FEESE の問題には注意を払ってあげないといけないと。そうしなければがっかりさせてしまうでしょうと、うん、FEESE に嫉妬の原因を与えないことも必要で、うん、寛容に正しく、うん、穏やかにそして平等に行動しなければなりません、うん、こうすれば安定した信頼関係を維持することができるし、うん、そういう関係を本当に求めていますと、うんうん、で SIESEセックスでは主導権をよく握り、うん、親切で気が利き、うん、楽しませ方を分かっています、うん、コミュニケーションがそつながなく正直、うん、とても注文が多い、うん、新しい感動に引きつけられ性の好奇心が強く、うん、進んでいろいろやってみますと、うん、ESI の ESE との関係の中では、うん、気持ちとクリエイティビティに応えてあげルーチンを避け毎日の雑用や、日々の問題で負担をかけすぎないようにしなければなりませんと、わ、うん、かる、はいはい、では最後に LII の恋愛の TI、はい、気持ちについては自信がなく、うん、秘密主義で疑い深いですと、うん、安定していて変わることない関係を求めている欲している、うん、感情面での語形を感心しているときに限っては不和が生じると積極的に関わろうとする、うん、感情表現は控えめであることが多い、うん、がこの TI の LII は誠実であると、うん、楽しいことをしてもらったり美味しい食事を準備してもらったり身体のストレスを気を使ってもらったり、うん、性的な主導権を取ってもらったり、うん、欲求を満たしてもらったりすることは必要だと、うんうん、このタイプは多くを求めないが、うん、自分のルールや原則が破られるのは嫌いですと、うん、なるほど。で NELII の恋愛、うんうん、気が利き内心では情緒的な人だと、うん、セックスの主導権を取られるとすんなり応じるが、うん、自分が主導権を取ることはあまりないと、うん、注意深く先見の明がある、うん、ごめんなさいね、気分を激しく変えようとし、うん、感情は一貫してないでしょうと、うん、セックス中は愛情深く優しくって、うん、愛情深く優しく新しい感動を求める、うん、また NELII には温かさや信頼、うん、そして誠実な気遣いを示してあげこのセックスにたくさんの変化を与えてあげ、うん、気分を高めてあげる必要があると、うん、押し付けがましくしたり自由を制限したりすることはおすすめできません、うん、なんかこのよく、うん、あの二等兵の、はい、情報源である、うん、ガルちゃん、はい、を見ると、うん、なんかその嫌いだっていう人がいるんですよね、うんうんうん、
その行為を、うん、っていうのを見てなんかそれ、うん、でなんか旦那にはもう外で済ましてきてほしいみたいなのをよく見るんですけど、うんうんうん、嫌いだっていうことはあるんですかね。なんかその違うんですよ、旦那が嫌いなんじゃない。そう、要はそこなんだろうなと思って、はい、不一致、うんうん、あの形によっては、はい、多分あるかもしれない、絶対合うのがあるんだろうな、うんうんうん、と出なきゃこんなに人口増えんだろう、まあ、多分そうですよ、まあ、本能ですからね、うん、本能に組み込まれてるから、はい、まあ、なんか子供を産むと興味がなくなるとかはあるかもしれないですけど、それは男の問題ですよね。あ、女性もそれがあるかもしれない。女性も、まあ、子育ての方が重要っていう感覚が出てくると、あ、まあ、なんか疲れてとかっていうのはあるかもしれないじゃないですか。でも所詮男と女じゃないですか。だから疲れとかもあるじゃないですか。あ、日常のね日常の、はいはい、なるほど。苦手な人もいるが不一致が多い気はすると、うん、その苦手もさっきの僕の、うん、と何でしたっけ、 ILE でもの説明でも苦手だっていうのは嫌いだではないですからね。なるほど、うん、まあ、気持ちに自信が持てない、うんうん、で気が利かないかもしれない、うん、っていうのが多分ある、うんうんうん、だからそれをこう出すのが苦手なわけじゃないですか。で苦手なのはあるかもしれないけど嫌いと言ってるわけではない。なるほど。だからその僕はね、うん、なんか苦手って言われると、はい、あ、嫌なんだになっちゃうんですね、うんうん、ではないっていうことですね。うんと、苦手ってうまくできないって話じゃないですか。なるほど、うん、なるほどね、うん、この辺でなんかお互いをなんか理解し合えると